ありがとう。青春の群像、夢見えるか諦めるか。なんで横なの縦なの。こんばんは。不明。パフォーマンス素敵だった。やったー、ありがとうございます。青春の群像。そうなんです、なんと生写真サインがまたこの度発売とされるので、ぜひ皆さんゲットしてください。ゲッチューしてね。オリコン1位、やったー。やったねー。こんばんは。ちょっと開始早々申し訳ないんですけど、コンタクト取っていいですか。窓の景色は変わらない。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。じゃーん、じゃじゃじゃーん。心の羽も刺激ついてもはたくことでしてめはしない。過ぎてく時感じないまま大人になるものか。よいしょ、ちょっとコンタクト取ってから落ち着いて話しますね。そこ、話はそこからだ。ちょっと待ってね、みんな。取れた。待ってる、ありがとう。綿棒すごい。やっ、そう、ほう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 。外すの早くなった。まあ綿棒なんですけど、綿棒の達人になった。はい、この後に目薬をさします。うう泣ける。見えないか。ピエノ。綿棒の神。よいしょ。はい、ということで皆さん、今日は何の日かご存知ですか。みんな今日何の日だと思う。内容違う、内容違う。今日は何の日？何？え、誰も分かってない。そうですよ、渡り鳥たちに空は見えないの発売日。あ、そうね、個人的にね、仕事納めの日だったりね、休日だったりしたかとは思うんですけれども、なんとみんなが大好き NGT48 の8枚目シングルの発売日でございます。イエーイ。では、はい、
見本品を今回もいただいてきたので紹介します。はい、まずはこちら、これは何版なんだろう、これなーに、タイプなーに、これレールパークが表紙になっている、これはこれ何ですか、タイプ A、 はい、タイプ A になります。神秘的だよね。はい、こちら、こちらはタイプなんだろう、これは何、この2期生が写ってるの、なんだろう、忘れあ、逆か、こうかタイプ B、 タイプ B です。そしてこちらは、まあ花火ありがとう。こちらは何、あ、書いてあるの、書いてないんだよね、見本だからかな、ないんです。これなんだろう、これも B？ B2 個、劇場版、はい、これは先輩は劇場版。そしてじゃん、ドラさん、ドラさんは何ですかね、タイプ C かな、じゃーん、いいね。ということで全4タイプありましたけれど、みんなゲットしてくれたかな、劇場版オフライン、お、劇場版オフライン、ゲットしてくれましたでしょうか。そして今日はこの渡り鳥たちに空は見えない初披露をさせていただきました。パフォーマンスと新衣装、皆様いかがでしたか。じゃあまずはパフォーマンス、ダンスどうでしたか、どうだったの、ちょっと見ていいですか、 YouTube にねアーカイブ載ってた、よいしょ、渡り鳥たちに空は見えない、躍動感、神秘的ねえ、神秘的でしょ、ちょっと見てもいいですか、ちょっと今見るね、じゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん、神秘なった光線でしたね、光すごい綺麗でしたよね、ちゃちゃちゃ、ね、神秘的だったわありがとうございます、多分もらった、うーん、あー確かにあの MV 背景なしです、なんか箱の中みたいなね、白い箱の中、斬新だったね、なんかダンス MV、 ダンスをしっかり見れる MV でしたね、新衣装はどうでしたか皆さん、新しい衣装はなんか新しいよねそれはそうなんですけど、新しいですよね、爽やかな清楚な、でも髪飾りが結構可愛い感じで、
新しかったね。新しかったよねそれはそうなんだが新しかった。髪飾りかわいい。やった。充電するの忘れてた。あのスカートがね、なんかただのね、ただのというか長さが全部違うんですよね。なんかねひらひらになってる。おしゃれ。よいしょ。よいしょ。確かになんか私が参加させていただいた中のシングルでは一番華やかな感じのイメージの衣装かな。ねえみんなに早くステージで見てほしい。よいしょ。いつ披露できるのかな。ピナタさん、トビナタさん。でもさ、これあれ、ひなたさん、ひなたさんがさいないときさ、本当にどうなるんだろう。トビナタさんもそうだしさ、このなんかね神秘的な動きはひなたさんにしかできないじゃないですか。どうするんだろう。まあ、日向さんがいる時しかやらないかな日向さん縛り。飛び父さんなんかかっこ悪いね、そう思った。これちょっと神秘的な日向さんにしか、神秘なたさんにしかできません。素敵でも、おお見終わっちゃった。高評価しました。すごい。もも目のタイトル本間バレエ団ですよいしょ。あとですね、今回のね配信で CD の特典が明らかになったんですけど、あの生写真直筆宛名書きサインメッセージというのが、はい、また今回も始まるそうで、シャーベットピンクから次いで、はい、思ったんですけど、あのなんか前回もあったじゃないですかシソシナの時はなんかこうアルバムの価格であったじゃないですか。今回ってとてもまあ、それに比べたらリーズナブルなんですよね。6分の1のお値段だから、もしかしたらあなたもありがとう。 お求めやすい。まあ高いですよね。でも1000円高いけど、なので、ま、こんばんは、こんばんは。久々の、そう、横配信してます。で前回はなんかもう高級な生写真サインだったけど、今回は比較的にリーズナブルだから
どうする、みんな、すっごい汚かったら私のサインが泣いちゃう。 A タイプと B タイプで書く内容違う。あ、いや変わらない。ぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃってた、どうしますか、返品する。あ、ごめんなさい嘘で、リズナブルだから、こうもう全部カスカスとか返品されちゃう。やーだ、ちゃんと書きます、すいません、変わらずに、はい、あの実績の佐藤でちゃんと丁寧に今回もお書きさせていただくので、ぜひご応募してください。ちなみに多分返品は不可うん、裏に謎の絵か、あ、書きますよきっと、うん、はい、信頼と実績の佐藤、濃いペンで書きますよはい、大切に本館、ありがとう、みんなぜひゲットしてね、よろしくお願いします。ニックネームでもいい、あ、全然いいよ、なんでもいいよ、そんな感じかな。あ、歌わり、そうなんですよ、あの歌わりは、思い出だけじゃ違うのあの3番目の歌わりを歌わせていただいております。なんかまあ今までは歌う割り、一緒に歌う人数とか構成にもよるから何番目がどうっていうわけではないんですけれども、うん、今までよりはそうですね、すごくとっても前のポジションで今回歌らせていただいてるので、早くあのファンの方にお見せしたいなっていうワクワクな気持ちでおります。劇場や、まあ、コンサートとかできたらいいなって、うん、そう、あの日向さんのなんか、うん、ゼロ、なんか日向さんズレみたいなポジションをさせていただいてる。あ、髪爪かわいい、ありがとう、タコありがとうございます。なのでセンター様を一番近くの方で拝ませて踊らせていただいてて、ヒーターありがとうございます。なのでなんか新しいです。今まではまあこんなに近くではなかったので、とても嬉しかったです。あのドラマのメンバーになれたのが大きいなと思って、あの時選んでいただけてよかったなって思います。うん、あ、確かにこのソフトサーブぶりぐらい、うん、すごい今までが違ったから、びっくり、嘘、これさ、なんかコンサートとかでさ、なんかなんだろう、なんか他の会社の方とかが出してくださるお花みたいありがとうございます、びっくり。たかしさん、昨日もいただいたような、私の記憶が正しければ、けれどもありがとうございます
それなんて言うんだっけ、花なんて言うの、お祝いありがとう。すいません、縦なんですけどね、なんかちょっと、しかもタワー2本分みたいな表示されてるんですけど、配信者側にすごいありがとうございます。あ、リリース的な、あ、そういうやつね。2022年で合ってますか？不安になっちゃった。じゃん、あれあれ、何が正しい、こうかな、違うな、こうか、違うな、こう、あ、こうだ、あ、難しい、難しいよ、こうだ、顔が、顔、顔、待って、上にやると右に行く上にやると右に行く、こう、じゃあこう、こう、はい、なんかすごいところに位置、位置しちゃったありがとう、合ってる、適応力見事新しい、けどもし見えるかな、神秘的、神秘的、あー、ちょっと待って、難しい、どうしよう、え、こう、もうちょっとこうして上にしたいから、上にしてもうちょっとこうで、左、あ、違う、右、あ、こう、はい、顔、うん、ありがとうございます、光線、光線、光線、ありがとう。そうなの、意図してないんですよ全く意図してないんですけどね、なんかね、まあ前から勝手になってたけど、心、もめのタイトル笑って、よかった、ちゃんと届いたみたいで、今日発売日を無事に経て、明日がリハーサルで、あさってがつぐみさんの卒業公演っていうね、え、待って、最初で最後じゃない、今日一緒に全員で披露ができたの、そうですよね、ちょっと待って、それをもっと言いたかったですね、最初で最後だよ。みんな、まさかの、まさかの今日。そうだね、そうだった。発売記念予告配信。あ、でもわかんないね。明日やるかも、明後日やるかもしれないですよね。ごめんなさい、待って待って、今の本当になし、今のごめんなさい、今のごめんなさい、今のごめんなさい、今のなし、今のなし、今のなし。はい。まあ明日とか明後日とかね、披露するかもしれないんですけれどもかもしれないんですけれども、まあ回数が限られてますよという。ことになりますね、はい、もしかしたらまた見れるかもしれないけども、
察しないでくださいね。はい、こんばんは、こんばんは。残り少ないのはこれは事実です。なので大事に大事にいきましょう。つぐみさんのポジションをどうするの？なんかそういう問題発生してるんですよね。卒業メンバーの場所をどうするか、他のシングルとかもそうなんですけど、なんかなんかどうしてたっけってあれどうしてたっけ、なんだろう、誰かが入ってましたね。はい、もちろんそう、それはそうなんですけど、誰かが入っておりました。楽しみにしております。楽しみ。そうなの、周年。確かに、待って、これから披露する時どうなるんだろう、わかんないな。つぐみさんもそうだし、まあ今17人でつぐみさんが卒業されたら16人になるじゃないですか、ね、誰いつ誰がまあ卒業してもおかしくない状況なのでなんだその状況おかしくない状況っていうか、まあそういうものじゃないですか、アイドルというかお仕事というのは。そうじゃないですか、みんなもいつ会社をね退職するかわからないと同じぐらい、私たちもいつ退職するかわからないんですけれども、だからなんかこの子あの時そこでってやったら、はいってすぐ対応できるように、私まあこの楽曲だけじゃないんですけれども、いけるようにならなくちゃいけないなって思います。飛び会に なって、なんかさ、なんかほんま飛びなんだっけ、ほんま飛びでしたっけ、飛びとかなんかすごい綺麗にいきそうだけど、なんか飛び会りってちょっとさ、危うそう。飛びなた、飛び帰り、飛び入りか、飛び帰り。まあでも10人公演だからさ、劇場公演の通常公演でやるとしたらさ、あのさ飛ぶときさ、持ち上げてる人と飛んでる人だけで10人終わっちゃいそうじゃない、うん、そう横なの今。飛ぶ準備したいと思う。いや、私だけ自力。うん、日向さんと、まあ、今劇場公演同じポジションをさせていただいているので、いやもしでも機会があったらぜひ挑戦させていただきたいけど、でもなんかこの神秘的さは日向さんにしか出せない神秘なったなので、じゃあ日向さんがいない時は。なしかな。一曲少なめかもしれないですね。はい、横向きに飛んでるそう、勝手に横になっちゃったの。なんかいつも配信中に横になるとしたら配信中に横になるんですけど、今日は配信台にかけた瞬間に横になっちゃって、なんか間髪入れずに横になった感じ。謎だね、なんでかな。そうね、みんな聞いて、なんかさ上映会があるみたいなんです、ドラマの。こんばんは、びっくり。でね、1月にあると思うんですけど、
舞台挨拶があるらしいんですよ。もう何それと思って、私舞台挨拶に憧れてたんですよ。なんかもういつか舞台挨拶とかしてみたい。テレビとかであるじゃないですか、新しい映画の公開の時とかで、なんかメインキャストの方々がポスター持って前に立ってね、トークするの。こう舞台挨拶に憧れてたの私。なので、はい、1月8日イオンさんでね、させていただくので、帰りの初舞台挨拶、ぜひ皆さんもご挨拶にいらしてください。私は後半の部らしいですね。舞台挨拶ですってどうしよう前半が、日向さんと小越さんと中井さんで、後半が日向さんと海里とマシモでございます。何話す、え、わからない、なんか、え、エピソード、え、なんだろうなんだろう、何話すか見て、どこのイオン、なんかね、新潟のイオン、イオン南かな、南のイオンだっけ、あれ何のイオンかな、多分ね、あの新潟の、新潟市のイオンです日向は困らせないでね。もちろんです、私が日向さんをね、はい、支える支えるってなんかおかしい日向さんは全然フラフラしてないんですけど、はい、じゃ、はい、支えさせていただきます。かわいい、こんばんは、南店、さすが日向さん、そう、私もね、日向さんのリフトに加わりたい。あれね、すごい青春なの。なんか MV の途中、 MV は声入ってないんですけど、上げる時にせーの123はいってやって、なんかチアガール部みたいな部活、青春なの、あのリフト。その日はまた仮になりますからって、などうかな、ブラボー、ありがとう、青春なの、ほんまリフトは、ほんまリフトほんまリフトは青春だから、みんなもすごい近くで見てほしい。なんか近なとこがね、せーのみたいなの言って、みんなで321はいはい、おーできたーみたいなみんなのね、汗と涙が詰まってるリフトなので、はい、ほんまリフト見どころです。あれは、ラスサビ、あれ、あれ何サビだろう、ラスサビだね、ラスサビで見えますね。リフトは誰がやってるの、なんかチカナとかサーヤとかマナとかがやってますね。そうなの、私はその後すぐ歌わりなのでリフトには参加してない。服かわいい、やったー、リフターリフターまで来ちゃった、面白い、リフト見てほしい、すごい綺麗だよ、こう全体を、画面だけじゃなくてこのリフトの全体を見てほしいから、劇場でね、ぜひ披露できたらいいなって、新衣装でね、抽選ですか、上映会、まあ確かに、なんか何ですかね、私の予想だと抽選ですかね、劇場みたいな、そうだよね、その服どこで買ったのか教えてって、ちょっと言えないところ、劇場の天井にぶつかる、確かに123ゴツン、痛いね、
新書の柄は一緒。あ、柄はなんか胸元のリボンだけちょっと違って、あとは多分一緒かな。はい、名前出しの内容違うこと書きますよ。もちろんもういろんな内容書かせていただきますよ。私その舞台挨拶をさせていただくイオンさん、県外の方はちょっとどういうところなんだろうって思われると思うんですけど、そこは、私のお洋服屋さんです。私が普段愛用している、愛用、普段着ているお洋服のほとんどがそこに売ってるんです。南のイオン大好き。案内できる私、南のイオン愛用者なので、まあ帰りの庭だなって思って県外の方は来てくださったら嬉しいです。ご案内できますよ。フードコートもあるし、スターバックスもあるし、あとたこ焼き屋さんとか、その中にラーメンとかもあったり、クレープ屋さんもあったりするし、で私がよく最近着ている、あのクリスマスイブの配信で着てたヘザーのねお洋服もヘザーにありますし、いつも着ているなんか緑のワンピースとか、はるかとおそるのオリーブでオリーブというのを買ったり、タワレコもある。そうタワレコもあるよ、エスカレーターの前に。そうイオンのプロなの。私もう本当に通い詰めちゃってやばいんですよ。なんか迷子にというか、なんか何したらいい、何食べたらいいっていうのは、ね、全然聞いてください。イオンプロいっぱいある。洋服とかも男性用も女性用も赤ちゃん用もね、いっぱいありますよ。そうイオン自体聖地メンバーとも行ったことある、聖地だから。うん、イオン南のおすすめの場所あー2階にある椅子エスカレーター付近の椅子です。追っかかれます、そこは。おじさん用もお洋服ありますよ。お兄さんでしょ、あるよ。みんなで引きてね。あ、椅子もあるよ、椅子に座ってねなんか私よくお父さんと行くんですよ。私免許ないからお父さんが運転してくれて、でなんかいつも引き連れてお店まで来てくれるんですけど、だいたいお父さんが椅子に座ってて、あ、マックもある、あ、自転車も売ってるよ自転車売ってるよ。いっぱい化粧品もあるし、あ、シュークリームもありますね。あ、けなりもある、けなりありますよ。あ、富寿司もある。そう、あ、ポムの木もある。もういっぱいある、やばい、もうね知ってるの。あ、バスで、あ、バス、はい、新潟駅からバスが出てますフードコートも知り尽くしちゃって、ぜひお越しください。あと生写真もぜひよろしくお願いします。なんかお話ししたいことはお話できたような、すぐに店長さんになれそう店長さんになれるかな。じゃあちょっと締めのメッセージをいきますねはい、ということで今日めでたく NGT48 8枚目シングル渡り鳥たちに空が見えない発売することができました。まあ
アルバムなども入れると半年に1枚のペースでリリースさせていただいてて、いただけてて、それも皆様がこう日々私たちのことを応援してくださるおかげで、ね、可愛い衣装だったり素敵な楽曲や素敵なプロモーションに出会えることができました。本当にいつも皆さんありがとうございます。で、私は、今回ドラマの、なんかキャストに選んでいただいて、その、まあ、主題歌ということから、今までよりも前のポジションを務めさせていただいて、プロモーションにも携わらせていただきました。5枚目シングル、加入してから発売された5枚目シングル、6枚目シングル、7枚目シングルと、ありがたいことに選抜入りさせていただいてたんですけど、その時はこんなに深くプロモーションに携わったことがなかったので、こう5年目にして、あ、新しいことに挑戦させていただいたり、この学ぶことがまだまだあるんだなって、こう驚かされた期間でも、ありました。そうなんですよ、取材というのがこの期間にギュッて詰まってるのが私的には珍しくて、今まではそういうのがなかったからこそ、このありがたさは人一倍分かっていると思うので、自分なりにすごい一生懸命このプロモーションは挑んできたつもりです。だからこの8枚目シングルは、まあもちろん皆さんにとっても他のメンバーにとってもそうだし、私にとってもすごいなんか、特別なシングルになったんじゃないかなっていうふうに思います。今日NGT48 オリコン第1位になりまして、すごい、オリコン1位ってとても嬉しいじゃないですか。なのでちょっとこのままますます頑張って、たくさんの方にこの素敵な楽曲を知っていただけるように、そして9枚目シングル、10枚目シングルと続いて、プロモーション活動に参加できたり、主要なメンバーになれるようにこれからも頑張りたいと思います。引き続きよろしくお願いします。ちょっと横ですみませんね、なんか横で真面目なこと言ってて、まあ、皆さんはこう携帯の向き変えれると思うけど、私は横に映ってるからなんかあれなんですけど、立ち位置見た時泣いた？泣いた？今までだったら全然、特に初めて選抜入りさせていただいたシャーベットピンクの時は、私歌割りがもう一番最後で一番端で、なんかもうレッスン場の壁にぶつかりながら踊ってたので、なんかそれを思い出すと、こう今すごいセンターの近くで踊れてることが本当に幸せだなって、すごいなって思い出せば思い出すほど、いや、それは全然当たり前じゃないな、大事にしようって、はい、そう思います。劇場公演も始まったり、オフラインのイベントもできてきて、あと私はツイッターじゃなくて TikTok も始めさせていただいたりって、なんかこの1年、まだ終わってないんですけど、こういろいろなことをさせていただいて、実りある、ね、1年になったと思うので、ね、次のシングルも、このシングルももちろんですし、次のシングルも来年もいっぱいいろいろ頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこれからも見ていてください。よし、いろいろ言えた気がする。ファイティン、ありがとう。よいしょ。
来年もまあね、なんかすごい今年最後の配信みたいになっちゃったけど、はい、どこにいようとカエリちゃん忘れない。おおう、あ、そうだ、忘れてないよ。そうでした、はい、皆さんこんばんは。ね、ミュージックヒーローズ中間発表2位でした。パカパカパカパー、はーい、ねー、どうでしたか。え、そう、知らなかった、みんな知ってたかな、2位でした。で、県外のポスター権利は第3位まで有効なので、得点圏内、まだ中間発表でね、決定じゃないんですけれども、今射程、何、射程圏内な、なんだろう、なんか得点を狙える位置にいるというね。でもなんか第2位ってさ、あ、第3位じゃないし、でも第2位だから大丈夫なんじゃない、かえりちゃんっていう風に、そう、気を抜き始めると思うんですよ。まあ実際ちょっと私もその気持ちはわかるんです。気を抜く時期なんです、これは。今みんななんて言うんだろう、そういうの、そういう落ち着きたい時期みたいな、一息つきたい時期みたいな。でもこれはあと1週間でね終わってしまうので、ちょっと気は落とさずにむしろそのもっと上を、あ、そうなんです、3人3位ともね、全部ね同じ系、同じなんです、全く。だからなんか1位の方が霊気祭がいい、2位の方も霊気祭がいい、3位の方も霊気祭って、みんな霊気祭になれるっていう感じなんですけど、もう引き締める、もう引き締めて頑張りましょう。なんかさ、なんだっけ、ウサギとカメの話、何でしたっけあれ。なんかさ、ウサギが途中までこう飼ってて、カメ遅いなってなって休憩してるうちに越されたみたいな、あるじゃないですか。それみたいにこう第2位で3位以内に入ったから、まあカエリちゃんなら大丈夫だから、まあ僕はもうこれから手を引こうみたいな、そんな安易な考えはやめてください。まあ いないと思うんですけど、ここからだと逆にね思ってください。ちなみにね、ちょっとちなみに私5位だったんですよあのカエリギルドの中で第5位になりました。このままだと私が T シャツをいただきます。まあいいんですけど、それでも全然それでもいいけど、いいけどデース様頑張りました。そうだよ、打倒先輩、いやちょっと待ってください、マリナ様はなんかもうだって西ヶ岳さんはだってゲーム部の部長だし、なんか、うん、なんだろう、クイーンみたいな感じだからけどそうだな、みんなとこう、まあ、みんな無理をしすぎは良くないんですけれども、無理のない範囲に頑張って、もしねこう3位以内になったり、まあ一矢報いるかもしれないし、わかんないんですけれども、うん、頑張れたらいいなっていうふうに思います。はい、最後まであと1週間ぐらい、どうぞよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、気持ちは追いつくくらいに、でもなんかこう違うの、待ってみんなにそんなになんだ無理してほしくないというか、うん、そう、無理はしてほしくないというので、まあ、ショールームイベントとかも私は
辞退してるし、そういうことなのであれなんですけれども、でも多分3位内を最初から目指してたらなんか入れないということもあるじゃないですか。なんかこう1位を目指してで3位以内にやっと入れるみたいな。だって NGT 激戦区だから最初から3位とか最初から2位を目指すつもりはないんですけれども、そこはまあみんな大人だからきっと私のこの言葉選びで、何を目指して本当は何になりたいのかって汲み取ってくださったと思うんですけど、でもあのやめて噂流さないでね、カイリちゃんがマリナに勝ちたいって言ってたよとか言わないでくださいね。ちょっとそれはそれはあれなんですけれども、あのでももちろん、でもそれは1位になりたいし、多分それを今目指してないと3位以内も危うくなってしまうので、皆さんはい、なんかちょっと敵のとかはじゃなくて、はい、己との戦いでよろしくお願いします。変なこと言ってないよね私、大丈夫かな、大丈夫ですね。そう、敵は己、全然西ヶ岳さんとは言ってません。はい、こんばんは。ではじゃあ引き続きゲームの方残り1週間よろしくお願いします。ペコペコ。大丈夫、頑張る、頑張ろう。どうなんだろう、でも1位になれ、1位宣言しないと抜かれる、だってやばい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 、追い詰められちゃった。マリナちゃんに言ってるかね、本当に言わないでよ。頑張ろう。じゃあ気持ちは、まあでも全然1位になれなかったら私泣いたりとかは絶対に、もうみんなのそうとかは絶対にないって約束してください。いや、約束します。でも、このままじゃもう結構やばいのかな。目指すからにはもっと上位を目指して1位を目指して3位以内の得点をつかめるように頑張りたいと思います。1週間よろしくお願いします。よし、そうゼウス様ランキング入り。なんかそのゲームももちろんそうですし、あの私はなんかシングルのおしゃべり会とかのオフラインとかの完売も一緒に、まあ、そっちの方がね、あのなんか先にねみんなにお願いしてて、なんか今ダブルパンチになっちゃって、みんなにこのおしゃべり会の特典も頑張りたいって言ってて、ゲームも頑張りたいって言ってて、なんか本当に皆さん大変だとは思うんですけれども、このゲームはあの無料でもいっぱいアイテムをちゃんと取ってちゃんとログインしてギフトコードとかもしっかり受け取ったら絶対にあのね絶対に戦えるポイントになると思うのでよろしくお願いします。はい、ではこれ
これで大丈夫かしら。なんかちょっと言いたいことが漏れてたら全部メールに書きますので受信してください。よろしくお願いします。大丈夫ですかね。よし、よいしょよいしょ、大丈夫。はい、ではランキングをお見せします。カズーさん、もちさん、高田さん、ディアさん、エチゴンさん、タカミーさん、埼玉のユウさん、ピースのおっさんさん、星ウォズさん、ソウルセラー、アマロックキトドロキさん、すぐさん、はやとさん、そして1位はたかしさん、どうもありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとう、ありがとうね。はい、ということで、よいしょ、8枚目シングルよろしくお願いします。バイバイ。おー、花火上がった。ありがとう。